ポルシェ体感はポルシェが製造する電気自動車である。2015年にコンセプトカーミッション E として発表され、2019年のフランクフルトモーターショーで初公開されたポルシェ発の量産電気自動車である。スポーティ性と日常性を兼ね備えたサルーン及びクロスオーバー SUV として開発され、ポルシェの伝統を受け継ぎつつも随所に 最新の機構を盛り込んだ革新的なモデルに仕上がっている。前後のアクセルにモーターを搭載する四輪駆動を基本とし、リアモーターに二足のトランスミッションを組み込むことで、加速性能の向上と効率的な高速巡航を両立させている。システム電圧には量産車発となる8 0 0ト電源を採用し、パワーユニットの効率化や充電時間の短縮を図っている。 グレード体系は上位からターボ S、ターボ、4S。ターボ S、ターボの通常時の最高出力は共に 460kW だが、オーバーブースト機能を搭載しており、これを使用することでターボ S で 560kW、ターボで 500kW というスペックを絞り出す。後輪駆動のベーシックモデルも追って追加された。足回りにも、 最新の機構が組み込まれ、アクティブサスペンションやトルクベクタリングといったシャシーコントロール技術を統合制御することで状況に応じた最高のドライビングを実現する。体感とはトルコ語で活発な若い馬を表す語であり、ポルシェの紋章として使用されているシュトゥットガルトの馬の紋章より着想を得たものとされている。ありがとうございます。